どうもマサイですお願いしますさあ早速いきましょう今回のテーマはこちら2023年高村の宮杯全日本ユース U15 組み合わせ決定ですさあ今回はね中学年代三種ですね三種年代の冬の全国大会の組み合わせが決定したということでそちらを見ていきたいなと思います夏にもね全国大会はあるんですがそちらクラブユース選手権 中学サッカー大会と、えー、中大連とクラブユースは、えー、別々の大会になるんですがこの冬の全国大会高円宮杯はごちゃ混ぜ、えー、一堂に会して戦います、えー、全国で一番日本一を、えー、目指しますさあ、えー、そんな大会なんですが、えー、32チームが、えー、出場しております。その32チームの割合なんですが、えー、北海道に東北に関東8北信越に東海3 関西4、中国3、四国3、九州5のえ32、32チームが出場しておりますさあ競合ばかりです早速組み合わせが決定しましたので見ていきましょう全体組み合わせはこうなっておりますどうぞさあ見ていただいておりますやはりというべきか J のアカデミーがほとんどを占めておりますねその中でもね予選を勝ち抜き出ているマチクラブももちろんありますそして中体連、中学からは2チーム えー、青森山田中学そして日照学園中学の、えー、強豪2校が全国大会に名を連ねておりますさあそれでは、えー、AB に分けまして右左に分けまして今年のリーグ順位や、えー、近年の全国大会の、えー、成績などをピックアップして、えー、紹介したいなと思います。 さあ、えー、青森山田中学 VS 東京ベルディジュニアユース、えー。青森山田中学はね、東北リーグ1位となっております。しかしね、今年はね、全中で、えー、今回出場している日商学園中学に2回戦で、えー、敗退しております。そして東京ベルディジュニアユースは、えー、関東一部4位で、去年の、えー、クラブユース選手権、夏のクラブユース選手権ではベスト16に入っております。サガントス U15VS アンフィニーマキ。 さあサガントス U15 はねこの大会近年一番、えー、結果を出しているチームでしょう202120202017はこの高円宮杯で、えー、優勝しておりますそして2019年は準優勝と今年はどこまでいくのでしょうか2022年倉戦はね3位です、えー、リーグ戦は、えー、九州リーグ2位となっておりますコンサーレ札幌、えー、U15VS 愛媛 FCU15 札幌の方はね、北海道リーグ1位となっております。2016年は高窓宮杯準優勝しております。2021年もベスト8まで進んでおります。さあ、愛媛 FC はね、えー、四国リーグ2位。そして、えー、今年のクラブ選手権はベスト16まで行っております。フレスカ神戸、FC 東京深川。強豪ひしめく関西を勝ち上がってきました町クラブ。えー、フレスカ神戸は関西リーグ一部8位となっております。さあ、FC 東京深川はね、関東リーグ一部7位。 えー、この大会はね、2018優勝しております。そして2017は、えー、準優勝しております。清水エスパレスジュニアユース、VS、えー、鹿島ジュニアユース、えー。清水はね、東海リーグ1位。えー、クラブ選手権今年はベスト32、えー。この大会はね、2017は3位。そして2016は優勝しております。えー、鹿島は、えー、関東リーグ1部5位。そして、えー、今年のス戦、夏のス戦は3位となっております。 日照学園中学 VS 徳島ボルティスジュニアユースさあ、日照学園中学はね、九州リーグ11位今年のね、全中は準優勝しておりますさあ、徳島はね、四国リーグ3位去年のこの大会はベスト8そして一昨年もこの大会はベスト8まで行ってます今年はね、もうちょっと上を狙いたいところですショートさんが U15VS 横浜 f c ジュニアユースさあ、この対決はかなり高角だと思います さあ、京都はね、関西リーグ一部一位となっております。今年のクラブ選手権はベスト16。そして、横浜 FC は、えー、関東一部3位です。さあ、今年のクラブ選手権は、えー、京都と同じベスト16。去年のクラスは準優勝しております。<S <S FC 常石 VS、えー、ギラバンツ、えー、北九州 U15、えー。常石はね、中国リーグ3位。えー、北九州の方は福岡リーグ一部一位となっております。さあ、見ていただきました。 中出場2チームはこちらのブロックに入りましたさあ気になるカードといえばやはり京都 VS 横浜 s c の方かなと思います、まあ、青森山田中 VS 東京ベルディジュニアユースも、えー、気になるところですがあとはやっぱり清水 VS、えー、鹿島も、えーね、面白そうな対戦だと思いますさあ出ましたそれっそ熊本 VSJ、えー、フィールド岡山 さあ、今年のクラブユース選手権、ソレッソ熊本は、えー、J アカデミー勢をなぎ倒し、準優勝しております。FC 多摩にね、決勝で敗れはしたものの、準優勝です、えー。九州リーグ1位となっております。さあ、えー、J フィールド岡山、えー、中国リーグ2位と、レイソルト、えーベガルタ仙台ジュニアユース。レイソルト亜はね、えー、千葉県リーグに所属しておりまして、えー、一部の1位です。仙台はね、東北リーグ2位。 今年のクラブユ選手権はベスト16そして、えー、去年のクラブユ選手権はベスト8まで行っております今治 FCU15VSA アルビレックス新潟 U15、えー、今治はね四国リーグ1位となっております、えー、今年のクラブユ選手権はベスト32、えー、新潟はね北新越リーグ2位、えー、今年のクラブユ選手権はベスト8まで行っておりますさあここも面白そうなカードだと思います えー、ビッセル神戸 U15VS 柏レイソル U15、えー、神戸はね関西リーグ1部3位今年のクラブ入選手権はベスト8去年のクラブ入選手権は3位そして何と言っても去年の、えー、この大会のチャンピオン覇者となっております2連覇なるかというところですねそして、えー、去年はチャンピオンですが2019年は3位までいってますからさあその相手が柏レイソル、えー、関東リーグ2部の2位となっております 今年のクラブユース選手権の優勝チーム FC 玉を破り出場権を獲得しました。実力は確かです。そして去年のこの大会の3位になっておりますから、かなり熱い戦いが予想されます。サンフレッチェ広島ジュニアユース VS フェルボール愛知。広島はね 中国リーグ1位となっております。そして今年のクラ戦はベスト8。えー、なんと言っても去年の、えー、この大会の準優勝チームとなっております。今年は優勝を狙いたいところですね。さあ、その相手は町クラブのフェルボール。東海リーグ6位。えー、今年のクラブ優選試験もベスト16まで行っております。横浜 F マリノスジュニアユース。通営源カナダ U15。マリノスはね、えー、関東1分2位。 そして、えー、去年のこの大会はベスト8まで行っております。えー、金沢はね、新越リーグ1位。そして今年のクラブユース選手権はベスト32位。去年のこの大会は、えー、ベスト8。なんといっても2018年は準優勝まで行っております。大宮ルディジャー U15VS ロアスト熊本ジュニアユース。関東一部の1位を、えー、取りました。優勝しております。2019年のこの大会は3位。えー、そして2017年も3位まで行っております。えー、熊本はね、えー、九州リーグ9位。 おととしのこの大会は、えー、ベスト8さあここも熱い戦いになりそうです名古屋グランパス U15VS、えー、ガンバー大阪カドマ、えー、名古屋はね東海リーグ2位今年のクラブ選手権はベスト16、えー、去年のねこの大会はベスト8そして、えー、2021年は、えー、この大会3位になっておりますガンバーカドマはね、えー、関西リーグ2位今年のクラス戦はベスト32と、えー、なっております名古屋もね、えー、かなりね安打代表選手が多いので えー、どこまで行くかというところですねさあざっ、えー、とですが見ていただきました本当に競合揃いで、えー、どこが勝ち上がるか、えー、難しいところですが町クラブや中体連チームがどこまで行くかというのもね、えー、楽しみなところですね夏のね倉戦、えー、はね決勝が町クラブ同士ということだったので J アカデミーの方もねかなり雪辱に、えー、燃えてる大会だと思います、えー、楽しみですねさあ今回は以上となります ざっとね、えー、組み合わせだけ見ていただきましたが、また細かい部分など動画に上げていきたいと思いますので、その時はぜひ、えー、ご視聴の方よろしくお願いします。それではまた。